夜明かすほどの熱い愛は、2016年10月29日に公開された日本の映画。主演は宮沢理恵。脚本、監督は、本作が商業幼鳥編デビュー作となる中野和夫と。第40回モントリオール世界映画祭、フォーカス・オン・ワールド・チネマ部門、第21回富山国際映画祭、アジア映画の窓部門、第29回東京国際映画祭、 ジャパンナウ部門正式出品作品。第40回日本アカデミー賞では6部門受賞、うち2部門では最優秀賞、第41回放置映画賞、第31回高崎映画祭、第26回日本映画批評家大賞では、それぞれ4巻、第38回横浜映画祭では3巻を達成した。 夫の和弘と共に銭湯を営んでいた双葉は、夫の失踪と共に、それを休み、パン屋店員のバイトで、娘の安気良しを支えていた。ある日職場で倒れた彼女が病院で検査を受けると、伝えられたのは、末期がんとの診断であった。2から3ヶ月の余命しか自分に残されてはいないと知り、落ち込む双葉だったが、すぐに残されたやるべき仕事の多さを悟り立ち上がる。 まずいじめに悩み不登校寸前に陥った、安清志を立ち直らせ、旧友たちに言うべきことを言えるようにさせること。そして行方不明の和弘を連れ戻し、戦闘を再度回転するとともに家庭を立て直すこと。双葉は持ち前のタフさと深い愛情で、次々と仕事をこなし、和弘と共に彼が愛人から押し付けられた連れ子のあゆ子をも引き取って、立派に家庭を立て直した。 その上で、彼女は夫に留守番をさせて、娘たちと旅に出る。彼女の狙いは、腹を痛めていた娘ではない安ン・キを実母に合わせる、ことだった。道すがらであったヒッチハイク青年宅会の生き方をも、里し、義務を果たそうとした双葉だったが、やがて力尽きて倒れる。だが、彼女の深い思いは家族たちを支え、そして、匠や安ン・キの実母、君へ、 夫の調査に当たった子連れの探偵、滝本の心にも救済をもたらすのだった。静かに眠りについた彼女に導かれるように、新たなつながりを得て、銭湯で行動し始める人々。彼らを見守る双葉の心が煙となって、店の煙突から立ち上った。脚本、監督は、本作が商業映画デビュー作となる中野和夫と。今作のテーマについて中野は、 家族とはおあげ、家族とは何だろうということはずっとテーマにしていて、それは今でも考えてるし、そこに答えは絶対にないとしながら、でも家族であることの喜び、一つ一つの家族の良い形はあるんだろうなと思いますと語っている。銭湯を舞台として選択した理由については、銭湯が好きだったのと不思議な場所だといつも思っていた、知らない。 人同士が一つの湯船に入って、繋がって喋ったり、コミュニケーションを取ったり、そういう人と人のコミュニケーションの場として面白いと思った。と述べ、それがやろうとしている。今回のテーマにもぴったりだったと語っている。主演、河野双葉役は中野監督によるオリジナル脚本を読み、出演を即決した宮沢理恵が演じた。中野によると、宮沢へのオファーは、 半分ダメ元だったと述べ、そこからこの企画はさらに走り出したと振り返っている。主題歌にはキノコ帝国が起用された。中野監督はキノコ帝国が気になっていたと語り、撮影に入る前のタイミングでオファーがなされた。オファーを快諾したキノコ帝国の佐藤は台本を読んだら感情が先走っちゃったと振り返り、監督との顔合わせの際にはすでに曲を作って持参した。 その後、監督による、残された側で作ってほしいとの言葉のもと、再考がなされ、最終的には、愛の行方が完成。当楽曲は、監督による、ラストシーンのイメージをもとに、秒単位での修正等、細部に至るまですり合わせが行われた。2016年10月29日より、新宿バルト9他にて公開。ピア初日満足度ランキングでは、第1位となった。 毎日新聞は、決して、スーパーウーマンではない普通の母親の強さ、たくましさを表現した、宮沢、辛い現実から逃げない勇気を絞り出す娘を、ひたむきに演じた、杉咲が共に素晴らしい。また人物描写にユーモア、ストーリー展開に意外性があり、不必要なセリフや決まりきった音楽の付け方などの、難点も指して、気にならない力作と称賛した。 第31回高崎映画祭では、最優秀監督賞、最優秀主演女優賞、最優秀新人女優賞、最優秀新人女優賞の4巻。選票では、本作は、昭和から平成へと時代が変わる中で思春期を迎えた、世代が親となる、平成の時代性を背負った家族の物語、意志を持って母となり、家族を守らんとする主人公を軸に、 それぞれの登場人物の人生も丹念に追っている。群像劇としての厚みも忘れず、時代の空気感、その中で育ち生きる人の手触りを捉え、観客を物語に引き込んでいく手腕に優れていた。と評した。2017年4月26日発売。発売元はクロックワークス、販売元は TC エンタテインメント。 ブルーレイ DVD の豪華版には、メイキングやインタビュー映像、舞台挨拶映像が収録されるほか、アウターケースと特製ブックレットが付属する。また、豪華版、通常版すべてに共通する特典として、監督とキャストによるコメンタリーが収録される。ありがとうございます。